今回は、待って、名探偵ってどんなに難事件解決しても1円ももらえないの？に対するみんなの反応集をご紹介します。それでは、どうぞ。巻き込まれた事件ならもらえないと思う。向こうから感謝料出してくれるパターンもあるかな？関係ないけどそれが危なくね。一巻の時の沖野陽子が関わった事件なのかな？あの時は灰皿が小五郎にクリーンヒットして眠りの小五郎やってたけど、タバコの灰が手に落ちて目覚めるって話だったから。普通に依頼料発生してる時もあるよ。依頼料発生してる事件なんて殺人事件に巻き込まれた時点でもう割に合わなくない？それとも歩合制なんか？依頼者前金で50万円、被害者が出るたび25万円。無事に事件解決していただけたら200万円払います。被害者が出るたびに犯人許せねえという気持ちの陰に、儲かったと喜ぶ自分もいて頭おかしくなりそう。被害者が出るたび25万円だと連続マル秘としてもらった方が金稼げるやねえか。サンドウィッチマンの葬式業者のコント思い出した。身内が亡くなるたびにポイントが貯まるやつ。ただ知名度が上がって CM やテレビ番組に呼ばれたりはするよね。睡眠薬の CM の依頼来た時はブチ切れて断ってたけど。依頼料の話が出てるのは結構あるんだけど、大体依頼人が死ぬからちゃんと金もらえてるのかな。高校生探偵組は依頼受けてももらってないっぽい。小五郎は依頼受けて金発生してる場合も多い。トリックとかに利用するためとか、誰かをはめるためとかで。シンフォニー号だと平次が依頼料もらってたな。あれは聖徳太子の1万円札がキーになるという事情もあったけど。さすがに出先で巻き込まれたやつは金発生してなさそうやなって思う。よく考えたら出先で事件に遭遇するって相当確率低いよね。これはあれか、保護猫系 YouTuber がよく捨てられてる猫を拾うようなもんか。そういえば奥さん弁護士だったよね。奥さんからなんか仕事の依頼とかないの？お互いに仕事で頼るのは嫌がってたはず。そういえば陶芸家の事件で1000万の湯飲みとかもらってたっすね。そもそも普段は浮気調査とか猫探しとかで金稼いでるっぽいから。安室さんが事件についてくる場合は安室さんから勉強料もらうようにもなったな。起きた事件の真相を突き止めてくださいって依頼ならもちろんもらえるけど、別件の依頼で突発的に事件が起きたパターンや出先でたまたま巻き込まれたパターンは解決しても基本何ももらえないと思うよ。まず出先で難事件に出会う方が本来は稀だからね。それ何回もやってるから感覚まひってるだけで。小五郎は金もらえないなら手伝いませんってスタンスじゃないからな。さすがに出先でわざわざ介入せんでええやろってことにはめんどくさがったりするが。でも、金にならんのにシャシャリ出てくる無資格の人間って正直怖くない？状況と相手によるかと。事件が起きた時に誰もが知る有名な名探偵がシャシャリ出てきたら、来た小五郎来たこれでかつる。で、犯人以外の居合わせた人は喜ぶと思う。それだけの実績があるし、表面上は。マル秘と事件が起こって次に誰かマルされるかもしれない時に、元警官の有名な名探偵がいてくれるのは安心感がすごそう。マービルのテナント料はもらってるから依頼料がなくても最低限の生活はできるんだろうけど。え、そうなの？探偵事務所兼自宅の建物はおっちゃんの持ちビルだよ。なのでポアロから家賃収入もらってる。前金もらってたけど自力で解決できず、ギャンブルで805万の借金作ったこともあるんだよ。江戸川文雄ママから養育費1000万もらってるからだいぶ余裕はありそう。事前の契約って大事だよね。この回はこの回でおっちゃん金が入るからって800万とか確か使ってたよな。受けた依頼をこなすなら依頼料入るけど、漫画内でよくやってる事件に居合わせたから推理して犯人逮捕の手伝いします。は依頼人がいないからお金もらいようがない。警察は公の組織だから感謝はしても契約してもいない相手にお金払うの問題出るだろうし、事件の関係者から巻き込んだお詫びや解決してもらった感謝として食費や交通費とかが出たら良い方なんじゃなかろうか。ちなみに他作品だけど、犬神家の事件は金田一耕助って雇われたんだって。犬神家の顧問弁護士に雇われて、映画版のラスコだとちゃんとギャラもらって領収書も出してる。
ただ内容は犬神家に何か起きそうだから調査してというもので、丸人事件を解決してという依頼ではなかったな。まあ、絶対殺人事件起こると確信してても依頼内容には盛り込めないよね。そもそも巻き込まれた場合は解決するしない以前に探偵だろうが本来警察に現場から追い出されるもんだろうしな。探偵だからって捜査に加わってるけど、捜査終わるまでおっちゃんたちも完全に容疑者側やで。たまにやってる素行調査とかがメインの仕事だもんな。おっちゃん有名人になりすぎてそっち方面の仕事の依頼激減してそうだが。睡眠薬の CM のオファー来てたの草生える。おっちゃんは元警察官で身元もはっきりしてるから、いくら有名でも未成年の高校生探偵よりかはいきなり事件に介入してきても違和感ないんだと思う。知名度が上がればそれだけ依頼も来るだろうし、ただ働きでも一応恩恵はあるんじゃないかね。毛利探偵事務所は確か小五郎所有のビルだったはず。不労所得はそこそこありそう。たびたび依頼量が結構ある、依頼受けてる印象あるし、 CM 出演料もあるし、コナンの養育費でかなりもらってたし、毛利家絶対金には困ってない。あのビルはおっちゃんの資産かよ、というより奥さんの金が大半な気もするが。小五郎が相続した親の持ちビルのはず。各地で巻き込まれて解決した事件で名前を売って上流階級の集まりにお呼ばれしたり、テレビの出演依頼なんかも多いからな。報酬受け取ってないのも多いだろうし、ギャンブル脅威なの差し引いてもおっちゃん相当前世強くない？そうじゃないとあの世界で警察なんてやってなかったろうし。警察から捜査協力の報酬で感謝状もらえるよ。コナンの世界だと依頼量が高すぎて殺人とかありそうで怖いな。まあ大抵の探偵は戦闘能力あるし護衛もいますけど。言われてみれば事務所兼自宅にしてるんだから、そら持ちビルだよな。依頼料じゃないけど陶芸家のおじいさんがファンだからお高い湯飲みくれたよね。目の前で丸人事件が起きたけど依頼じゃないしお金も入らないから関わりませんってのもできるよね、おっちゃん。でもそんなことしないところが好きだぞ、おっちゃん。元刑事で正義感の強い人だからね。作中だとおっちゃんが浮気調査からシームレスに人事件に巻き込まれたりもあるしな。米花町の治安どうなってんだよ。おっちゃんはマジで金はある程度払ってくれる案件はあったろうけど、新一はマジで無報酬で事件に駆り出されてただけの可能性が。まあ新一時代の頃は事件解くの楽しい、早く事件起こってくれよくらいだったから犬いんだろうけど。とどろいた名声で金稼げてるからいいんだけど、当人たちに被害が全く及んでないなら金を取れる余地がない。去年ぐらいのアニメで夫を探してって依頼受けてる最中に夫が死んでいたことが分かって解決した話があったんだけど、亡くなった夫が宝くじ当選していたことが分かった途端妻の金のことしか話さなくなって、別れた後にコナンと損得について語りながら報酬でラーメン食べに行くっていう終わり方が印象的だった。おっちゃんは普段このガキとか呼んだりしてるけど面倒見いいよな。警察に協力して事件の解決に役立てば小遣い程度だが謝礼金は出るぞ。